勝つのみ。 彼らの意志は俺が引き継ぐ。 戦況は常に変化している。そう、可能性は一つではない。 戦況は常に変化している。油断は禁物だ。
ように任せよ。 気をつけて。逃げ場などない。
つけて。バトルも劣らぬ。断ち切る。昼夜健康。この中の鳥は誰？出さない。これも音の力だ。アド、アスト。静寂に沈め。任せて。逃げ場などない。昼夜健康。昼夜健康。時には捨て石も必要だ。星の歌よ。気をつけて。カゴの中の鳥は誰？昼夜健康。終わりにする。カブ、神聖を授ける。昼夜研究をつけた。烈火のきらめき。断ち切る。出さない。これも音の力だ。行こう。神聖を授ける。死
風速許容範囲。 警戒対策。 兵器。星の歌よ。 警戒態勢。やつら潰しなさい。誰が近づいている？アド、アスト。剣士、締める。 何事もすばい終わりにせる。終戦。どこを見ている？目をそらしちゃダメよ。僕が全て解き明かす。見えた。再構築。再構築。見えた。 何事も素早く、いい心がけよ。
忠誠を授ける。どこを見ている？ご退場願おう。でこ逃げ去りは返す。貴方どもが効率よく行こう。これが僕の真理だ。見えた。最高だ。効率よく行こう。容赦しない。解いてもらおう。終わりにする。星の歌よ。勝負。どこを見ている？効率よく行こう。そろそろ終わりね。奴らを潰しなさい。終わりにする。星々よ、効率よく行こう。警戒態勢に行こう。最高だ。効率よく行こう。神聖を授ける。心配しない。どこを見ている？飽きたわ。さようなら。確実に。条件は届く。警戒。これが僕の真理だ。見えた。最高値。効率よく行こう。終わりにする。アド、アスト。どこを見ている？誰でしょう？確実に。僕が全て解き明かす。効率よく行こう。警戒態勢に行こう。オールクリア。星の歌よ。どこを見ている？飽きたわ。さようなら。痛みつけてほしい。バリは返す。これで私が諦めるとでも？脳をかける星々よ。
開。終わりにする。神聖を授ける。どこを見てる。何事も。いい心がけ。剣士、締めるわ。確実に。僕が全て解き明かす。行くぞ。これで決める。怒りました。消してやる。これはいかん。遅いです。邪魔です。灰になれ。突きやり。これだ。
警戒を怠るな。怒りました。静かにしろ。待ってたぞ。恐れなし。局を開く。行くぞ。これでどうだ。死にたいぞ。消してやる。燃やし尽くす。隙あり。物語の続き聞かせて。そうそう、ずっと待ってたんだよ。慌てない慌てない。勇者メイ一行は全員揃ってから出発するんだよ。最後の一人がもうすぐ。くれたんだね。
心配でメイたちを出動させるところだったよ。あんこと一緒に遊んで、あとあんこの物語も聞いて。この前今週に来た時は一緒に遊べなかったんだもん。でも今のあんこは休暇中、いっぱい遊べるよ。宿題？そんなのあんこ知らないよ。あんこアールトも誘ったんだ。せっかくの休みなんだから今週で友達と遊ぼうって。なのにアールト椅子でグデーってなりながら。大人は忙しい。はあ、大人って大変だよね。物語を聞く時間も語る時間もないんだもん。しょうがないからアンコは物語とアールトの財布を片手にブラックショアからやってきたのだった。そうだ、脅迫者はもう立派な有名人だけど、みんなにも一応紹介するね。ニナの衆ご覧あれ。満を持して登場したこの漂白者こそ今週を救った大英雄なのだ。こういう時は胸を張って認めればいいのに。あんこちゃんが言ってたすごい残像をちゃちゃっとやっつけたっていう人だよね。すごーい。ねえねえ、大英雄さんも物語を聞くの？あんこの物語本当に面白いんだよ。この前は霧になった狼の話でね。アールドの話だろうか。それと金色の目をした猫と灰色の羽を持った小鳥の話。これは俺とヤンヤンの話。ふふん、あんこの物語はまだまだあるよ。そして今新たな物語が舞い降りる。今回の物語は勇者メイたちの冒険譚。ドキドキの展開がいっぱいで絶対面白いよ。冒険団は外さないね。それじゃあ一緒にあんこの物語を楽しんでね。この物語が気に入ったらお兄ちゃんもあんこの物語の国に行けちゃうかもしれないよ。だよね、黒目白目。物語の国に行ける、何かの比喩なのかな。ここは聞いてあげるべきだろうか。を始めるよ。願いを叶える物語。物語は夢の力あふれる冥王国から始まる。言い伝えでは冥王国の城の最奥には願い、ただしその扉へとたどり着くには数多の困難を乗り越えなければならない。それでも願いを叶えるため勇者たちは歩みを進める。旅に出る前、白妖精の名は勇者たちにこう聞いた。あの扉をくぐれば
富も名誉も大切な思い出も手に入るでしょう。あなたは何を願って冒険を始めるのですか？私ならやっぱりお金かな。それでいっぱい星ナゲットを買うの。ふーん、僕は違うよ。名誉が欲しい。みんなが知ってるような有名人になりたい。じゃあ、あなたは英雄が欲するのは富？それとも名誉？どっちね？似てるね。いい旅仲間になりそう。要するに人の数だけ願いがあり、それぞれの旅路があるということ。そしてとある勇者メイは願いを聞かれこう答えた。富も名誉もいらめえよ。その言葉に妖精の名は戸惑い、さらにこう問い返す。富も名誉もいらないなら、なぜあの扉に向かうめ？家族に会う、それだけがおいらの願いめ。その願いを聞いて、妖精の名は勇者に進むべき道を示した。では、小さな勇者たちよ、物語を信じ友達と一緒に目を閉じなさい。そしてその目を開けた時、新たな冒険が始まり、その冒険譚の完成とともにあなたの願いは叶うでしょう。さあ、勇者メイとその友人たちよ、目を閉じたら冒険。扉、あんこの物語に入ったのだろうか。ちょうどよかった。他ではなかなか。ここは名誉。私はここに詳しいから案内してあげるね。よーしろよ。その時、名走れ。始まる場所だから。物語が長いとこの道も長くなるの。たまに崩れた橋とかもあるし。でも今回はプロッめめー、化け物もいっぱいだ。倒さなきゃね。ここまでちゃんと設定があるとは。扉を探しているめ。そう、一つ目は、二つ目は、最後は希望。すべてのよし、
まずはこの扉を抜けて現実。ありがとう、死の様子をいた。これぐらいいくらでも用意させますよ。始まる場所で、黒名と白名の故郷。黒名と白名の力があれば、アンコはいつでも遊びに行けるんだよ。ただし、誰でも入れる国じゃないの。今回はちょっとだけおまけしちゃった。あなたはアンコの友達で、真面目にアンコの物語を聞いてくれたからね。うんうん、アンコもそう思う。あんこたち、いいコンビだったね。あんこは、勇者メイとその友達が困難を乗り越えていくこの物語が大好きなんだ。お母さんがね、信じる心があれば物語は人の力になるって言ってた。この気持ち、お兄ちゃんにも伝わってたら嬉しいな。お兄ちゃんと遊ぶのすっごく楽しい。でも、今は休暇中だからたっぷり遊べるよ。だから、あんこの命名冒険団に入団してほしいな。一緒に物語を見届けよう。わかった。じゃあ団長はお兄ちゃん、副団長はあんこね。それじゃあ冒険団のクエスト、そのこれはあんこだけの物語じゃない。だからこれからの物語を紡ぐためにみんなの感想が必要なんだ。アンコールには拍手と歓声が欠かせないからね。よーし、ほら、あそこの女の子。一人でいるの？お名前は？エイです。エイちゃん。うん、さっき聞こえてた。何でも聞いて。うん、三つの宝物を揃えたら願いが叶うんだよね。うん、物語にはそう書いてあるよ。じゃあこれを見て。すごい、木でできた地図だ。ここは灯台で、あんこはどこの地図な。お兄ちゃんすごい。もしかして今週を隅から隅まで冒険し尽くしちゃったとか。あれ、地図に宝剣のマークがつい、もしかして宝の地図。このマークが物語だと勇者メイは宝の地図を手に入れる。じゃあ、エイちゃんはこの地図、どうやって手に入れたの？お母さんからもらった。これは、私とお母さんの約束の証。昔、お母さんと一緒に演劇を見たことがあるの。願いを叶えるために、妖精の命に助けてもらいながら、伝説の宝物を探す旅に出るっていう、アンコちゃんの物語とそっくりな演劇。私ね、願いを叶える宝物はどこにあるのってお母さんに聞いたの。でもお母さん、辺境を見張る勇気だからいつも任務で忙しそうにしてた。そしたらある日、この宝の地図、白妖精の命からもらったっていうこの地図を、私お母さんに、今度いい宝物が見つかれば願い、たくさん願い事を考えたの。でも
今もう一度お母さんに会いたい。大人はみんなお母さんは任務で遠くに行ってるって言う。私だってもうお母さんは帰ってこないって分かって、だからお父さんにも話し、それで今日あんこちゃんのもの、じゃあ一緒に探しに、ヘイちゃんのその気持ち分かるよ。大人は慰め、あんこはね、いろんなお話、この宝の地図は偽物、本当？うん、あんこを信じて。エイちゃんの大好きなお母さんがくれた宝の地図、あんこ、それにお兄ちゃんも物語の結末を知りたが、手がかりがあるんだから使わない手はないよ。さあ団長、指示を。こうして命名冒険団は、みでもあんこ、今週お母さんに連れて行ってもらった場所なら、でも一人じゃないから大丈夫。じゃあみんなで一緒に出発。地図によると宝剣はすぐ、ウカカがたくさんいる、怖い。心配しないで、あんことお兄ちゃんが、あのね、勇者メイは、それはつまりこの程度の、あんこ、注意検討、正確に、これぐらい楽勝だよね、お兄ちゃん。うん、もっと冒険はどこかな。俺がやる。メイの物語にはなかった。そこは忘れちゃった。でもハプニングは冒険につきものだからね。気をつけて。私らに金を出す。これも任せて、さっきも恐れる。風を感じる。これが全てを切り裂く宝剣。山をも両断する勇気の宝剣だよ。
木でできてるんだね。あ、ここに手紙が。何？小さな勇者よ、最初の宝物を手に入れましたね。きっとどこが宝剣なのと考え、こんなの伝説の宝ですが、落胆する。たくさんの困難があったで、それでもあなたはこの普通に見、あなたの言う名の物語にも。それで次。小さな勇者、願いを下を見てください。他と違う砂の中には、砂あそこだ。早速行ってみよう。冒険者の心を試すと言い伝えられている。3人で分かれて探す。何か見つけたら。あなたの役に立つのなら。見つけた。どう？お兄ちゃん、盾は見つかった。すごい。これが物語に出てくる盾だよ。これも木でできてる。職人の技ってやつだね。宝剣と花盾を作った人、すごいね。花冠の手がかり。二度目のおめでとうですね。この盾は努力の証。辛いことにも諦め、これからも迷う時があるでしょう。心に灯る揺るぎない最後の宝物は、願い事が決まったら。花畑。約束の多分。もちろん。記事は私らに挑むなんて見る目がねえな。金を出せ。ダサい。これもその力。任せろ。はっ。風を感じる。修正。ここだよ。え、何にもないよ。そう、前はここに。あや、ここはお母さんの花畑だった場所。私ね、お母さんに言われたんだ。だから私、
毎日ここに来て。でもだんだん花は散って、お父さんは自然の摂理だからしか分かってるけど、お母さんにこの盾も剣も、お母さんが私に残してくれた宝物。じゃあお母さんが大事にしてたここは。エイちゃん、あんこちゃん、漂白者さん、お父さん、地図を見てか。この宝の地図も大人の言う通り願いを叶える扉なんだから。でもこう、お母さんの宝、この剣と盾、ありがとう、あんこちゃん、漂白者さん。団長も副団長も解散って。まあまあ今日はここ二人とも勇者名宝探しはこれで終わりだけど、この先にも。エイちゃん、明日。うん、バイバイ。お兄ちゃん、これってハッピーエンドだと思う？うん、エイちゃんは宝物の花。確かに。でもあんこ、エイちゃんは物語の中ね。勇者名の願いは、それならそれで長い。でもね、お兄ちゃん覚えてる？エイちゃんは地図のこと、それに、ね、それを聞いてエイちゃんのお母さんがの、なんであんこが分かったか当ててみて。うん、勇者名のあの演劇はあんこのお母さんから。お兄ちゃん、宝を踊るような冒険もなく、恐ろしい化け物もいない。遠い昔の話でもなく、遠い国の出来事でもない。それはある小さなお部屋のありふれた物語から始まった勇者ごっこをして遊ぶ親子。勇者になった女の子はお母さんと一緒に勇気、信念、希望を手にする物語をいくつも紡いだ。ある時劇団がやってきた。観客席には女の子の姿、開かれる幕に鳴り出す音楽、お母さんと一緒に紡いだ物語。冥王国の物語は現実という舞台にやってきたのだ。そんな王国はどんどん大きくなっていき、勇者メイの冒険団も心躍る物語に変わっていく。世界で一番高い山に登って全てを断ち切る勇気の宝剣を探す勇者メイ。それははしごを登り、恐怖を退けた女の子の勇気の証。広い砂浜をひたすら走って、嵐をも防ぐ新年の拳銃を探す勇者メイ。それはお母さんが隠した飴を家中探し回った女の子の思い出。お母さんは女の子の毎日を物語に変えた。冥王国はどんどん大きくなる。勇者メイの冒険もどんどん増えていく。でも劇団が各地を回っていく中、お母さんは体調を崩してしまった。そして迎えた最終公演の日、希望の花冠を手に入れ願いを叶える日。でもその日アンコールは起こらなかった。みんなの拍手が鳴り響く中、あんこはステージに上がった。願い事をするために。でも
病気だったお母さんはあんこの目の前で倒れたの。怖くて仕方なかった。でもお母さんを元気にしたくてあんこ毎日手紙を書いたよ。物語の主人公みたいにいい子でいればお母さんが元気になるって思ったから。なのにお母さんの病気はどんどん悪くなって、もうどうしたらいいか。そしたらお母さんがそんなあんこを別あんこは黒勇者物語を聞いて、黒目と白目が物語を、これからは目たちがあんこと一緒に。でもお母さんはいなくなった。養護施設でもブラックショアでもあんこがお母さんに聞いてもらいたいから。それで物語をいっぱい集めて、勇者メイはたくさんの友達と、そしてその扉の先でお母さんに物語を全部聞いてもらう。だからね、うん、エイちゃん、あんこもさ同じだって。あの勇者メイの冒険、じゃあエイちゃんの物語だってさ。エイちゃんは冒険は宝物を見つけられてよかった。でもあんこ知ってるよ、お母さんの病気がどんどん悪くなっていって同じ気持ちになったから。でもあんこの物語にはね、みんなを元気にする力があるの。その力のおかげで来るから。あんこはエイちゃんの冒険を終わらせたくない。あんこはこの物語をハッピーエンドにする。お兄ちゃん、うん、でもエイちゃんのお母さんを生き返らせる方法も物語で。白目が現実で困ったことがあれば目を、それにあんこだってそこに願いを叶える。じゃあ勇者目の冒険にふさわしい。そっか、勇者目は。お兄、でも目王国は誰でも行ける場所じゃないから。それじゃあ永遠に枯れない、うーん、花に詳しい、セリーナお姉ちゃんなら一緒に聞きに行こう。風を感じる。あなたの役に立つのなら。風を感じる。漂白者さん、あ、あんこちゃんもこんにちは。今日はお花を見に来たのですか？ちょっと待ってくださいね。セリーナお姉ちゃん、希望の花冠、つまり A ちゃんのお母さんが残した物語を完成させた。だ、私もそういった花冠のいろんな種類の花で編まれた人の思いを宿す花冠。人の思いを宿す花というと
思い浮かぶのはイグサですね。ヤグルマギクも候補に入るかもしれません。あ、レンゲも良さそうです。でも開花時期がバラバラなので一つの花冠に使うのは難しいですね。そうだよ、この間黒い…それとこれとは違いますよ。表明の力で作ったものには命が宿ります。命あるものは常に変わっていきます。重い…あんこひらめいた。物語の花冠は作れなくても思いを宿した花冠は作れるよ。うん、花冠に自分の思いを込め、お母さんは花冠を作るとき、嬉しいときは心がポカポカする。あんこ、種類とかはあんまり関係ない気がするの。そうやって花冠を編め、自分の気持ちを。いいですね。うん、というわけでエイちゃんに花冠を見せて、エイちゃんと一緒に冥王国にも行って、あの、お花が集まったら、ありがとう、ベリーナお姉ちゃん。じゃあ早速探しに行こう。クロメ、見て。白目はこの花が好き。お花は集まりましたか？綺麗な色。あんこもたく素敵ですね。ねえねえ、この金色に輝く花、あんこは命名冒険団を招待。隙間、エイちゃんのお花も入れ、エイちゃんの気持ちは、わかりました。ありがとう、ベリーナ。お兄ちゃん、花冠、明日のお昼だからね。忘れな。指示は。金を出せ。兵器。アド。アスト。さらに。烈火のきらめき。もらっといたら、昼夜健康。
めい白めいと一緒に作ったんだ。なかなかの出来でしょう。自信作だよ。褒めて褒めて。これは物語のため。それに、でもエイちゃん来てくれるか。アンコちゃん、お兄ちゃん、お待たせ。ありがとう。よーし、これ、うん、ふふん、この小さなステージこそ前の冒険がどこまで進んだか覚えてる？確か勇者名が3つの宝。そう、3つの勇者一行は最も高い山を登っていく。そしてついに勇者は伝説の宝剣を手に入れたのだ。次に勇者は砂浜という砂浜を探し回ることになった。そこはあまりにも広すぎて勇者は貝しか見つけられなかったけれど、友達と協力しとうとう新年の拳銃を手に入れた。残るは希望の花。このコンムリ、うん、勇者一行は伝説の花畑にたどり着いたが、花はすべて枯れ、私たちと同じ。しかし勇者の友達はこの結末に納得だから、たくさんの花を集め、ピンクの花は幸せを願う気持ち、みんなの冒険の思い出が。これが希望の花冠。まだ完成していない。この花冠には私のここにあやめを入れたい。ずっでも、もうもし見つけ、もしあやめも、もちろんだよ。でも現実のどこにも扉なんてない。物語、そう、物語はただの空想じゃない。物語を信じれば物語はそこに現れる。ほら、花冠にあんこたちの思いが宿って扉になったよ。この扉の向こうが冥王国。枯れたはずのあやめだ。エイちゃんは物語を信じて。私は、よかったが綺麗。ここが、あれ、みんな同じこと言ってる。今回の物語、しかしそのすべてを克服した先に。さあ団長、今回のクエストをどうぞ。うん、扉を見つけて。それにプラットフォームがあるからね。滑空して通ればいいよ。気候がある。あなたの役に立つの。なんか解く方法知ってるよ。遊んだもん。ガンを、扉が開いた。見て、上昇気流。上に飛びすぎちゃったみたい。でも面白かったね。また聞こう。周りにヒントはないかな。この程度じゃ止まらない。私も戦うよ。お母さんがくれた宝剣、くらえ。抹消、破壊。どこを見ている。よし。
の気候が。さっきの部屋の壁にヒントがあるみたい。確認しに行く？風の音だ。戻って確認してみよう。また飛ぶの？また飛べるよ。イエーイ！大丈夫大丈夫。霊王国はいつだって変化してる。おお、キラキラしてる。これが秘宝ってやつだね。レア。化け物。怖くない。お母さんの宝剣と盾があるから。どこ見てる？飽きたわ。さようなら。終わりにする。欲しいのある？これが願いを叶う。この先にみんな心の準備はいい？できてるよ。じゃあ獣の前で
花、お母さんにも見せたかった。願い事する？うん。そして勇者たちの心からの願いとともに、物語は結末を迎えた。小さな勇者はとうとう願いを叶え、思いをお母さんに伝えた。お母さんに言いたかったこといっぱいあるの。話しきれないほどの物語を。幸せな物語だったわね、あんこ。かくして小さな勇者は願いを叶え、物語はハッピーエンドを迎えたのだった。すべての物語と思いをお母さんに伝えた勇者、彼らの波乱万丈な旅はこれからも続いていく。あんこちゃん、漂白者さん、本当に本当にありがとう。お母さんへの思いも、宝物を見つけたことも、命名冒険団のみんなと出会ったことも、本当にまた会えるなんて。それで、あのね、これを、うん、二人にはこれからもたくさんの冒険が待ってる。家に帰ったらこの物語をお父さんに教え、あんこたちの物語、みんなにも教えてあげてね。うん、約束する。じゃん。お兄ちゃん、感想教えて。今回の物語は、いい物語。あんこもね、勇者メイは、ようやく願いを叶え、長い長い冒険の旅、みんなで冒険して、行く手を阻む冒険と盾を見つけて、希望の花、たくさんの場所、物語と現実は。幸せの物語。うん、勇者メイの物語は、何回も語ってきたけど、あんこは、勇者メイの宝探しは幕を閉じたし、休暇ももうすぐ終わり、あんこ、そろそろ、うーん、宿題の話はやめよう。あのね、冒険が終わっても寂しがらなくて。お兄ちゃん、次もだん、一緒にいい物語を作ろうね。それでは、ゲーム。
記憶が残る場所。トゲのある花ばかりだ。
記憶が残る場所、触れられるの、絵のある花ばかりだ。Thank you.
記憶が残る場所、触れられるのは棘のある花ばかり。記憶が残る場所、触れられるのは棘のある花ば。
記憶が残る場所、触れられるのは棘のある花ばかりだ。
記憶が残る場所、触れられるのは棘のある花畑。
ことを知り、過去の伝説。記憶が残る場所、触れられるのはトゲのある花ばかり。
記憶が残る場所、触れられるのは花ばかりだ。
記憶が残る場所、触れられるのは棘のある花ばかり。記憶が残る場所、触れられるのは棘。